シーザーとクレオパトラは1945年に制作、公開されたイギリス映画である。クロード・レインズとビビアンリーがタイトルロールを演じている。ジョージ・バーナード賞の儀曲、シーザーとクレオパトラの映画化作品であり、賞自身が脚本を執筆した。プロデューサーのガブリエル・パスカルが監督した。撮影は戦時中の1944年であるが、 テクニカラーの対策として完成した。日本公開は1950年9月1日から21日まで有楽座で上映されている。また1973年11月30日にはフジテレビのスペシャル洋画劇場枠でテレビ放送された。1941年、ビビアンリーにはほぼ同時に2つバーナードショーの擬曲を舞台で演じる話が来た。 アメリカでのシーザーとクレオパトラと英国での意思のジレンマである。ビビアンリーはクレオパトラを演じたかったため映画化を計画しているガブリエル・パスカルに舞台で上演してから映画化の話を持ちかけたが、パスカルは興味を示さなかった。しかしパスカルはビビアンリー主演で映画化することは承知した。ただし、配役はバーナードショーの承認が必要であった。どうしても、 クレオパトラを演じたいリーは、医師のジレンマを演じて、バーナード賞を満足させられれば、クレオパトラも認めてもらえるだろうと、医師のジレンマを引き受けた。その後、医師のジレンマは大成功し、地方で6ヶ月、ロンドンで13ヶ月も上演した。バーナード賞を訪れたビビアンリーは、うまく会話をさばき、クレオパトラについては一言も触れず、 ペルシャ猫のように振る舞った。糸間を告げようとしたとき、バーナードショーは、あんたはクレオパトラをやらなきゃいかんねと言って、ビビアンリーがクレオパトラに決定した。また、この作品には、ハープ奏者として、ジーン・シモンズが、早くで出演。その他、ロジャー・ムーア、ケイ・ケンドールなども、早くで出演している。撮影は、戦時中の1944年7月12日から、 開始されている。撮影を見に来たバーナード賞はランクがかわいそうだな。この映画は100万ポンドかかるだろうと言ったが、実際英国で最もお金のかかった作品になった。撮影前、ビビアンリーは体調が悪く咳が続いていたが、北アフリカへの軍の疑問に加わった。帰る頃には、 なんとか咳は止まったものの、体重は7キログラムも減っていた。その後妊娠が分かり、医師は、こんな時期に映画に出演してはいけないと言ったが、ビビアンリーは、忠告を退け撮影を開始。1944年の夏は、季節外れの寒さで、ビビアンリーは、薄い衣装で屋外に出て、猛暑の雰囲気を作り出さなければならず、撮影開始から6週間後に倒れ、 お腹の子供は失われた。映画の撮影後、ビビアンリーに、最初の双極性障害の発作が出た。態度が突然変わり暴れでし、その後は大声を上げて泣き出し、発作が収まると何も覚えていなかった。このことは、ビビアンリーと夫のローレンス・オリビエにとって、恐怖であった。資料室直営洋画劇場上映作品1934から1954。 東方株式会社。2020年4月18日閲覧。a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t e d w a r d ビビアンリー。文芸春秋2003年2月27日発売。東北新社。シーザーとクレオパトラデジタルニューマスター版。DVD。イントロダクションおよびジャケット。この本には奥付けがないので。 出版日の正確な日が不明。アマゾンの英国版や米国版では1945年、46年、など様々な日になっている。出版社、マクドナルド &CO リミテッド、前書きは、バーナード賞とガブリエル・パスカル。歴史的背景、ビビアンリーのクレオパトラ、音楽、セットなど14の賞が着色カラーやモノクロなど。 豊富な画像とともに紹介されている。ありがとうございます。